別大、こういう風に攻略するぞみたいなイメージってできてますか？まあ、別大自体は出るのは当然初めてなんで、はい、アラカンチャレンジの目標の3時間10分を切れるように行きたいなとは思ってはいるんですけど、ただあの松坂でもうちょっと行けてるかなと思ったら3時間14だったんで、あ、13、うん、ギリギリかなっていうところあるんですけど、サブ 3.5 した時とかもオールイーブンで行けたことがあんまりなくって、初めてできたのは去年のちょうど1月だったんですけど、その時も3時間20分のペースでずっと行って、最後10キロ落ちて3時間25分でできたっていうパターンだったんで、今回も3時間5分ちょい切れるぐらいのところを狙っていって、最後10キロ落ちても30秒ぐらいペースが落ちても3時間8分とか9分で引っかかりたいなっていう。ただそうなるとペース的に4分30ではダメなんで、4分20ぐらいで30キロ超えるまで頑張らないといけないんで、あ、その経験は今までないから、はい、それをいけるかな、うんうんうん、コースのイメージとかどんな感じですか？あ、別大は割とフラットですよ ね、 あ、そうですね、フラットで海沿いで行き帰りで、ただ途中なんか少しこうカーブの斜めのカーブが最後後半橋渡るところが若干アップダウンがあるとかっていうぐらい、ただなんですけど、アップダウンに関しては、はい、あの松本とか松坂に比べれば、はい、大したことはないと思ってるんで、あとは風、あ、そうですね、風が吹いた時にどうするか、はい、うん、過去の経験からいくと風に吹かれるとフォームが崩れる可能性があるので、をちゃんと立て直せるように、はい、ただ後半結構頭がぼーっとしてると、はい、もうそこに頭が回らなくて、もうダーッと落ちてっちゃうんで、はい、そこですかね、うんうん、だから後半逆風になった時にフォームしっかり維持できるかどうか、はい、うん、これ別大を走られる方は頭の片隅にでもいいので置いといていただきたい、まあ自分も1回しかしたことないので、まあ、これが正解ですっていうわけではないんですけど、まあ大体こうなるんだろうなっていう、まあ今の中津の話を聞いてるとそこに引っかかっちゃいそうな感じのプランを立てたんで、こうした方がいいですよっていうのをちょっと今からお伝えします、はい、レースを走る上で風を読むってすごく大事だと思うんですよ。いつも自分が走っているホームコース行きが追い風なんですよ、まあ、正確に言うと最初の3キロ向かい風、そこから 9.5 キロ追い風になるんですよ。帰りは 9.5 キロ向かい風になるんですよ。で残り、3キロ追い風になるんですよ、はい、これがイメージできてると最初の向かい風無理せず行く、そこで頑張っちゃうと、はいはい、足使っちゃうんで無理せず行って 9.5 キロの追い風のところでリズムに乗る、うん、で折り返した後ちょっと向かい風が強いからそこは頑張らないようにして、残り3キロ風の追い風に乗ってさーっと気持ちよくゴールするみたいな、これがイメージできるんですよね。レースもこういうここで向かい風になってここで追い風になってここで向かい風になってここで追い風になるみたいな、そのイメージができているのと、よくコースをイメージするときにアップダウンのことばっか気にするんですよね、うんうん、でアップダウンのことは気にしているんだけどその風のことは気にしてないから、割とそのアップダウンと風の追い風向かい風って同じような感じなんですよ。要は向かい風ってもう上り坂みたいなものだし、はい、追い風って下り坂みたいなものなので、実はそれよりも風を読むっていうのがコースチェックですごく大事で、で大体どこもいつもここってこういう風が吹くよねってそんなにずれないんですよ、うん、ほんとたまに逆向きの風吹いてるなって時あるんですけど、そんなになんか 20% 以下ぐらいだと思うんですよ、そういう逆向きの風になったりするのって考えると、別大って結構海沿いのコース走るんで、はい、風がすごく大事なんですよね。別大の風ってどういう風かっていうと、スタートして10キロ行ってで10キロ折り返してでバーッと反対向か側に走って35キロ行ってで35キロ最後折り返してゴールなんですよ。なので行きの10キロ向かい風で10キロから35キロまで追い風、35キロからゴールまで向かい風なんですよ。これ何が難しいかって、最初の10キロ向かい風じゃないですか、でここから折り返して追い風になるんですよ。で10キロから20キロで結構乗っちゃうんですよ、うん、でここで結構ペース上げるもんだから追い風で、最後の35キロからゴールまでの7キロの向かい風に、うんやられて、うん、ここで足が結構パタッと止まっちゃうんですよ、はい、なのでここでの向かい風を考慮して最後の35キロから42キロの向かい風を考慮して、
10、折り返しの10から20まで、ここ追い風なんですよ。ここでペースを上げすぎない。うん、で、ちょっとためを作って、20から35でペースを上げに行くような感じがいいと思います。あ、要は、風の通りに行くと、10から20で結構上げちゃうんですよ、うん。で、ここ上げると意外と最後足持たなくて35の向かい風でやられましたみたいなことがあるので、さっきの中ちゃんのプランでいくと、前半でため作っとこうプランじゃないですか。ってなると、おそらく残り7キロで、多分向かい風にやられて、結構がっつり止まると思います。あ、で、ダブルで来るってこと。そうそう、足がなくなってる、風も来てる。そうなんです。足がなくなってる時の向かい風って本当に止まるんで。なので、その風を読むっていうのがすごく大事かなと思います。はい、まあもちろん当日風が吹かないこともあるし、もしかしたら逆向きの風が吹く可能性もあるので、うんうん、地図と、天気予報って風向き出てるんで、見比べて、こっちの風が吹くんだなっていうのを見て、あ、なんとなくタップロが言っている通りの風が吹きそうだなっていうのが確認できたら、さっきの、10から20で上げすぎない、うん。これちょっと守ってください。はい。これは去年の自分に言いたいです。もうほんと止まりましたから。まあその分その10から35乗れるので、うん、それはいいんですけど、乗れちゃう分、なんか10から20で、結構行っちゃうんですよ。で、ハーフぐらいで結構いいタイムで通過できるんですよ、うん、で、その後もまだ快調に行けるんですけど、風にこうやって走らされちゃった分のダメージがやっぱ最後必ず返ってくるんで、うん、そこ行き過ぎないようにするっていうのが結構ポイントなんかやっちゃいそうだ自分も去年3分15ぐらいのレースペースでいいなと思ってたんですけど、10の折り返してから3分10切ってたんですよ。3分8とかでも全然余裕があるなと思ってリズムよく行ってたら、やっぱなんかハーフ過ぎぐらいからじわじわ足に来ちゃって、あ、まあこのまま終わってくれと思って35で折り返したらバーって向かい風になって、もう完全に止まりましたね。キロ4分ぐらいまで落ちました。32とかその辺から1キロ30秒落ちてもいい計算なんですけどそれじゃ効かないかもしれない。効かないかもしれない、まあ、なので最後の、35からの7キロ、まあ、そこで、向かい風が待っている、だからそこに向けてちょっと足を残しておかなきゃいけないって頭の中に入れとけばいいかなと思います。なるほど。なのでコースは比較的フラットだし、あの道も広くて走りやすいコースなんですけど、まあ、ちょっと風向きに気をつけないといけないので、しっかり風を読んだレースプランを立てられていいかなと思います、まあ、あと珍しい昼スタートなんで、気合い入れてあんまり朝早く起きすぎるとスタート前に疲れちゃうし、逆になんか早く寝ようとしすぎず、まあ、いつも通りの時間に寝て、で、早起きしすぎず遅めの朝ごはんぐらいをしっかり食べてスタートラインに向かうぐらいがいいかなと、うん、天気予報見た時に最高気温11度って書いてあって、で今までのマラソン大会でも最高気温11度っていうのあったかもしれないんですけど、うんうん、最高気温11度の朝8時と最高気温11度の12時は全然気温違うので、うん、走る時間の気温をちゃんと見とかないといけないですね、はい、そんなところですかね。別大楽しみ、まあ、一応自分の今シーズンのもう完全にターゲットレースだし、マラソン始めてからの集大成とも言えるので、というふうに気合い入れすぎるといかんなって。そうですね。よく思うのが、ちょっと話しとりますけど、はい、ゴルフとかって練習調子良くて、よし、今日は絶対いいスコア出るぞと思って出たことがない。あ、逆に接待ゴルフかなんかで、はい、コンペの幹事とかやってて、はい、自分のことを気にしてないと、はい、意外にスコア弱かったりするんです。そういうもんですよ。そういうもんだから多分、マラソンでも出そうって頑張ると、やっぱしどうしても体全体硬くなって力入っちゃってると思うんで、まあその辺をあまりやりすぎず、はい。そうですね。意気込みすぎず。もうマラソンなんてもうほんと最後のもう後半勝負なんで、スタートライン立って走り出してハーフ過ぎぐらいまではそんな集中なんかしなくたっていいんですよ。後半に向けて集中していけばいいんで、はい、じゃあ今日の川柳を、あのここでいい、別大は1年かかるマラソンだ、その心はっていうと、はい、別大出ようって思ってから、うん、まず最初にしなきゃいけないのが、はい、まあサブ 3.5 をどっかでしなきゃいけない、うんうんうん、でその次に公認レースでサブ 3.5 をしなきゃいけない、おうおうおう、でその公認レースの記録が別大エントリーに間に合わないといけない、うん、で別大エントリー出しても今度抽選がある、うん、でやっと出られるっていうことで、うん、ある面1年間かけて別大って出るじゃないですか、うん、だから365分のあと10日しかないんで、うん、350日、まあ、終わってるんで、あ、そうやって考えると、うん、別大を全プロジェクトのうちの後、当日なんかに365分の1しかないっていう。そうですね。確かに。普通のマラソンだとエントリーして出ればその日メインなんですけど、はい、別大の場合はこう1年かかってやってるなっていうイメージが自分には。でもそうですよね。自分も東京マラソンのエリートが2時間21分。でもこれってタイム順で100人で切られちゃうんですよ。だから、
実際21分で絶対出れなくて、今年は18分ぐらいでも確か切られてるんですよね。あ、そうなんだ。なると、自分の2024年の東京マラソン、今年じゃなくて次の東京マラソンはこの別台とその次の東京マラソンで決まるんですよ。ああ、なるほど。はい、あ。って考えると、まあ、やっぱり1年がかりですよね。それって参加標準記録がある大会だけじゃなくて、そうあるべきだと思うんですよ。この大会でこのタイムで走りたいから、この大会ではこれぐらいのタイムを出しておかなきゃいけないよね。ってことは、この大会でこのタイムを出すためには、この大会でこのタイムを出していかないよねって逆算していって、2年後のこのマラソン大会でこのタイムを出すためには、次のマラソンではこれぐらいのタイムを出さなきゃいけないっていう、長期プランで考えてた方がちゃんと上がっていけると思うので、自分の場合は参加標準記録を突破しないとエントリーできないっていうところで戦ってるので、そういう思考でやってますけど、でも、なんかマラソン大会ってそうあるべきだなと思うので。練習もやっぱり続くじゃないですか。あ、そうですね。やっぱり1年間かけてその中間で、このレースが1回しかないと、その2ヶ月前ぐらいしかやらないんですけど、1年後のあれにこう、ステップステップでやってるんで、練習もしっかり続くんで、そうですね。まあ、この1年いい経験だったかなとは思って。まあ、とはいってもあんまり意気込みすぎない。意気込みすぎない。終わった後焼肉です、ね、用意しましたんで、打ち上げよろしくお願いします。美味しく。美味しく。楽しく食べれる。はい。頑張りましょう。頑張りましょう。お疲れ様でした。ありがとうございます。